します。北海道日本ハムファイターズ公式応援団札幌西後援会の仲間たちとみんなで札幌ドームにファイターズの応援しに行きます。袋詰めはおかみさんからの写真でね、美味しくいただきましょう。はい、皆さん改めましておはようございます。おはようございます。今日これから札幌西後援会主催の、バスツアーで、この後ですね、10時10分に一応札幌ドームの西ゲートというところの前に集合ということになってます。でバスで向かいまして10時10分までに、さらに西ゲートで集合して、実はベンチ見学ですね、選手たちの練習前の風景を間近で見ることができますけども、今日はね、ちょっと長丁場になると思いますけど、せっかくのこのバスツアーの観戦ですので、どうか最後までね楽しみながら一つ皆さんね、気持ちいい一日を過ごしていただければなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。そして先ほどご挨拶いただいた お話していただいた京花ちゃん、ファイターズの勝利の女神ということでね、もう非常に、素晴らしい大会なんですけど、一緒にね我々西後援会の会員の仲間と一緒に今日は祈っていただきますからね、彼女が一緒にくっついていれば勝利は間違いなし、もう今のところここ10試合で1勝9敗というね、ちょっと惨憺たるドツボにはまっている状態ですけど、今日をね機会にまた再浮上ということをぜひ期待したいと思いますので、よろしく皆さん楽しみながらね今日一日お過ごしいただきたいと思います。はい、以上で一言、申し上げますね。 こちらの京花ちゃん、実はちょうど1年前ですねに札幌ドームで始球式やってますので、始球式ね、はい、その時のご感想を。ノーバンで始球式するつもりが、バリバリのノーバンで始球式をしたんですけど、バッターボックスがヤクルトの青木選手で、もうすごい経験をさせていただいたので、ちょうど1年前なんですよね。なのでこの月6月が来るたび、なんか毎年思い出すような素敵な思い出です。はいはい、どうもありがとうございます。なかなかね札幌ドームで始球式になって、願ってもできないことですけどね、彼女は素晴らしい体験を、ね、していただいたと思います。はい、それではそんなことで今日一日よろしくお願いいたします。おはようございます。おはようございます。おはようございます。はい、みちるのお世話様、今日は札幌西後援会のベンチ見学会というのを名目に、いろんな会の方たちと会ったり、それから今日は久しぶりに京花ちゃん、こんにちは。はい、こんにちは。元気？元気です。元気ですね。京花ちゃんが来てくれました。はい、一緒にドームでソフトバンクではなくて、ちゃんとハムファイターズを応援します。はい。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。指定席の人がね、待ってる。
Let's go!
しまいましたが、下に声も枯れてしまいました。ひょうかちゃん、お疲れ様。お疲れ様です。はい、なんとも、まあ、悔しいですね。ちょっとね、今年は優勝だと思ってずっと頑張っていたんですが、なかなか、前半戦、6月最後の試合、負けてしまいました。負けてしまいました。どうする？どうしましょう。ということで、本当に来月からまた破竹の連勝しながら頑張ってほしいと思います。はい。ね、はい、今日は本当にみんな西講演会頑張ってきましたが、本当にいろんなね、元気会とかも来てたし、みんな来てたんで、残念でしたが思ってましたけど、また次回に向けて頑張りたいと思います。はい、頑張りました。はい、ぜひ、ぜひまた登場します。また登場して、応援していただきたいと思います。はい、どうも今日はありがとうございました。はい、みんなどうもありがとうございます。はい。